たってるよね。相手にならないね。皆様こんにちは、山芋です。本日は仮面ライダーシティウォーズやっていきます。はい、曲が変わりましたね。ついにアップデートが来ました。500日経ってリニューアル。音楽がかなり戦うぞという雰囲気になっております。なんかしめじさんは昭和ライダーのなんか音がするみたいななんかことが言ってたんで、ちょっと私わからないんですけども、とりあえずなんかいざ行くぞみたいな行くぞみたいな感じに聞こえます。お知らせがね、インフォメーションが多すぎてちょっと山芋はもう全部処理しきれてないんですけども、アンケートフェスが来た、イベントのガシャが来た、私の今の時間帯はイベントが始まっていない時間です。もうすぐ始まるのかな。でガシャの方は優勝と無償が来てるんですよね。この前紹介したライダーたちで間違いはないんですけども、無料の方がね30連しか引けないんだよね。リリース500日キャンペーンが今来ているとのことで、ヒーローストーンがねお安くなってるみたいなので、課金されてる方は今買った方がお得なようでございます。で私無課金なんですけども、無課金の方にもね進化応援ログインボーナス開催ということで、いっぱいなんかもらえる。私この金塊もらえるのすごく嬉しいんですよ。お金が本当に足りないんですよ。施設大きくするのもいきなり5万とかいるから、ってなっちゃうんですよね。でストーリー攻略のチャンス、これもびっくりです。1章から10章、11章か20章となんかお得なことがあると。3月11日からは、あ、前半の方が1章から10章は BP が半減、11章か20章が経験値 1.5 倍、17日からがそれが逆になると。これものすごくありがたいです。特に今、11章か20章が経験値 1.5 倍、レベル上げるのにねお得な章とか結構あるのでまたガンガン稼いでいきたいところでございます。わかりにくいのでこうアイコンがね表示されてるみたいなので、これを見て皆さんやってみてください。スタートダッシュガシャもやってるんだね。いやでも本当これですよね、ゲイツリバイブ来ちゃった。でシティイベントなんだよね、ここなんだよね、シティイベントで特攻、おーみたいな私一番びっくりしたのはこれなんですよね。今石が973個貯めたんですけども、これ今通常のところで、あ、これ75、これライダー私が育てたんで、これは初めからみんなあるんですけども、もらっといて、はい、この下資金回収とかなんかいろいろこれ新しく通常のところ出てるんですよね。私の場合220個ぐらいかな、石がもらえますね。ちょっと全部一括でいただきます。で全て受け取ります。はい、そうすると石がいくらになった。はい、1288ということで50連分引ける石を今ゲットしました。ですがアンケートフェスは30連しか無料ではできません。なので20連をゲイツリバイブに突っ込もうと思います。そして今日はアンケートフェスは引かず、ゲイツリバイブイベントガシャのみに行こうと思います。アンケートフェスは、明日動画別であげます。ちなみにこの曲、戦うところの曲も変わってるし、栄光のライダー体制のところの曲が変わってました。ちょっと興奮ですね。ガシャがねいっぱい来てるんで間違えそうになるんですけども、で私が今日弾くのはイベントガシャ、ゲイツリバイブとディエンドが来てるみたいなんですよね。でディエンド当たらなくても召集で今日は呼んでみたいと思います。バイクにねこう映ってるこのゲイツのカードがすごいかっこいい。提供割合を確認したいと思います。ちょっと今回ね、目玉の BC が1体。あと必殺技。ちょっとね、私、って感じ。この、イベントガシャ、ちょっと渋いというか、BC にもうちょっと重き置いてほしいけど、必殺技がちょっとガンガン来てるかなっていう感じがするな。もうここだと普通だったらもうフェスにね50連かけたいとこなんですけども、30連しかないのでここは20連いきます。石もね置いとこうかなと思ったんですけども、もう使っちゃいますなんか貯めたのが一気になくなるのが辛い。ではイベントガシャ1回目いきます。お願いします。これ誰だった？これ昭和？ちょっと待って。これ光らないフラグだよね。ちょっと待って。あら、
あらら、なんかすごい寂しい。あ、ちなみにちょっとこの前スマホ入れ替わったの全部ニューって出ます。ちょっともうこの初めから無印の4ってすごい圧迫感があります。これありがとう。カイザスラッシュ、あ、これ必殺技なんだ、技かと思った。このカードね、めっちゃ持ってますね、もうね。あ、マッハ、最近育ててないけどね、ありがとう。オッケー、パンチね、オッケー、パンチしちゃうね、無印ちょっと渋いなぁ。まあ、ラインナップも渋かったけどもさ、これこの前なんか日曜ガシャで私当たってましたよね。オッケー、ありがとう。あまりねこう育ててない子たちがガンガン来てますけども、あ、やったー、ディエント、これ初めてですね。あ、ゲイツさんねあ、ここですよ、得点光るか、何かな、何、よく見えない、マッハだった。オッケー、まず気を取り直してね、もう一回あるんで。この前神ビーちゃったんで、ちょっと今日は厳しいかなと自分でも思ったんですけども、まあ、定休割合も厳しめなので、自分の中でね。ちょ、ここは気合入れて。曲が違うからね、よく聞いて。来ます。はい、20連目いきます。さあ来て、お願い、キャッこれは、え、なになになに、夢見てる私、フラグ ?20 連だよ。20連だよ。ありがとう。縁があるんだね、あなたとね。X キック。使えますよ、使えます。わぁ、これ山ほど持ってるやつ。ちょっと4の無印が多いんじゃないかなぁ。この前、神ビーターののやつが今来てるんでしょうね。髪びいてるのの何かがね、もう仕方ないんだと思う。うん、言い聞かせてます今ね。でも印が多いな。あ、これよかった、久々びっくりした今、これもとか思って。オッケーオッケーオッケー、ハイキックね、全部出ますからね今ね、写し替えて全部もうニューって出ますからオッケー。でもね、ちょっと無印多いよね今回の20連。これ誰、ありがとう。昭和。わー。オッケー。まあ仕方ないですよね。そういう時もあります。ありがとう、20連。はい、こちら。召集のところにディエンド様いらっしゃいます。かっこいいですね。はい、カイトーさんいらっしゃいますので、引きます。今一瞬かっこよく引きますって言ったけど、引くんじゃないよね。呼びます。はい、乗ってらっしゃいますね。なんて喋るかな。僕は仮面ライダーディエンド。はい、通りすがりの仮面ライダーさ。知ってます、通りすがりです。あなたも通りすがりですね。はい、こちらですね、ディエンドさん。ジオの本編にはね出てこられてないんですけども、さあ一気に強化しましょうかね。石とアーレナジーはもうたらふくあるので今ガンガンね、使っちゃいましょう。で、こうやってやってるとまたね、R エナジーがないないって泣きそうになるんですよね。ガンガンいきます。はい、これ最後かな?どうかしら。はい、来ました。上出来。上出来だった?かな。かっこいい。男前だもんね。大輝さんもこの世界にたどり着いたんだね。大輝さんって言うんだね、レプリカはね。喋れないんで、ここ喋るかなと思って今一瞬黙ったのに。この世界のお宝の話、うん、聞かせてもらえないかな。クロスリンクシステムってお宝が あるらしいです。ちょっとダメダメダメ、それはダメ。そうだ、敵はクロスリンクシステムを壊すつもりなんだ。僕らはそれを守ってる。だから大輝さんも仲間になってよ。仲間っていうのは、うん、何僕の最も嫌いな言葉だよ。あ、そうだったね、一応ちょっとかぶっちゃった、ごめん。君についていけば、うん、お宝が手に入りそうだ。うん、かっこいいね、本人ボイスだね。本人ボイスだよね。お宝にまた近づいたな。うん、なんてなんてえ、レプリカがお宝狙われてるって言われてる。はい、初めから必殺技が一つついてましたね。で、まだイベント始まってないのでカードとかも、ね、全然今持ってない状態なんですけども、とりあえずこれでいけますかね。さて、
出番かな。オッケー、じゃあ一人で行ってもらいます。ちょっとオートにして、ちょっと待って、10の線、待って待って、ちょっと一回キックしよう。じゃあ、あーかっこいいですね。ちょっと食らっちゃうな。10の人やだな。一丁上がりっと、うん、10の必殺技ですね。さて出番かな。オッケー、じゃあ戦ってみましょう。ターンターンキック入る。スナイプとかと一緒か。ターンターンターン、ちょっと隙がある。銃でそこまで飛ばない。一丁上がりっと、一丁上がりやったね。出番かな。さっき TRK をちょっとつけてなかったの、つけてきました。ちょっと押してみます。さあどうだ。かっこいいね。まあ、これ違うライダーの TRK なんですけども、いいですね。おお強い。一上がりと、では A ラウシュの音楽を確認してみたいと思います。さてエボルがいる。出番かな。自分のエボルと間違えるんだよねこれ。僕の旅の行き先は、でも待って、僕が決める。これは何、ディケイドと一緒曲。あーって歌ってるよね。相手にならないね。あれこれ誰の歌、多分だけど戸谷さんが歌ってらっしゃった曲じゃない、先入歌のトレジャースナイパーじゃないかな。いやディケイドをめっちゃ見てたんで違う。ちょっとディエンド激アツですね。だディエンドの、まあ、BC みたいなのは来てなかったんですね。必殺技のみで。まあ、今回はね、ガシャは爆死でしたけども、こんだけ素敵なアップデートがあって、無料でね、優勝だけじゃなく無償でもガシャが引けるというのはちょっとありがたいなと思います。まあ、30連引くのは次の動画で引きます。私いろんなスマホゲームをしているんですけども、やっぱりね、進み具合が遅いとか、やっぱいろいろね、同じことばっかりしてるとかいろんな方言う人もいると思うんですけども、やっぱこの仮面ライダーのこのクオリティで、ストームヒーローズかトランスレートヒーローズが終わって、このシティウォーズが新しく仮面ライダーのゲームとして来た中では、すごい私の中ではクオリティが高いし、とてもいい感じに進化を遂げてるんじゃないかなと思いますね。確かにまだライダーがね、全員出てきてないっていうのもあるんですけども、まあサブライダーとかをちょこちょこゆっくり出していただく方が、私としては長くこのゲームが続いていくんじゃないかなと思って、今のスピードで私は全然 OK です。はい、ということで、次、このまま私は撮影してアンケートフェスを弾いていきます。本日はご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter の方もたまに山芋がつぶやいてたりとか、皆様と出会った方のスクショとかいただいたりとかしているので、ちょっとよかったら覗いてみてください。日曜日にいつもライブもしてますので、よかったら遊びに来てください。頑張ってシティウォーズのライブも増やせるようにいろいろ努力はしているんですが、少々お待ちくださいませ。ではまたね、バイバイ。